ブンブンハロー YouTube どうもそれです先月からこのチャンネルではハイスペックな CPU を搭載した UMPC だったりあとは Core i7 搭載の Chromebook など本当にそんなスペック必要なのかというようなややオーバースペック気味の製品ばかり購入してきましたが今回購入したのはこちら Google の Pixel 4A 以来のミドルレンジの最新のスマートフォンになりますもうタイトルにもあるとおり こちらはつい先日発売がスタートしたばかりのモトローラの国内向け最新スマホ、モト G Pro となります。この製品はミドルレンジのスマートでありながら、サムソンのギャラクシーノートのようにペンに対応したスマートとなっており、かなり魅力的な端末となっています。スペックは決して高くはありませんが、そういった特徴があるため、とても欲しくて発売直後、余っている音声対応のシムを MNP する形で、この端末を購入しました。 では早速開封して中をご紹介したいと思いますまずはセット内容からご紹介しますこちらが本体本体は最初からカバーが取り付けられていますやはりこういったカバーが最初から付いているというのもモトローラの製品らしく購入してすぐに使えますのでこの辺も便利なポイントかと思いますその他の付属品としましては取扱説明書や SIM ピンそれから充電器充電器につきましては タイプ A 端子を搭載した充電器となっています。ただ、この充電器、急速充電に対応しており、18W の急速充電をこちらを使って行うことができます。USB ケーブルにつきましては、タイプ a to c の USB ケーブルが付属します。その他、3.5倍の端子を搭載したイヤホンマイクも付いています。以上が、この MotoG Pro セット内容となります。ケースも含め、とりあえず一通り必要なものは付いていますので、 ミドルレンジモデルではありますが、セット内容としては特に不安はないかと思います。では、本体の方も詳しく見ていきたいと思います。先ほど付属品の中に3.5杯のイヤホンがありましたので、想像はつくかと思いますが、この製品はこの部分に3.5杯のイヤホン端子を搭載しています。そして中央にあるのがタイプ C 端子。そしてその隣にあるのが、実はこれがペンになります。ギャラクシーノートのようにペンは本体に内蔵することは可能です。実際にペンを取り出してみますと、 このようなペンが付属しています。このペンは筆圧には対応していないものの、先端は細めになっていますので、文字やイラストを書く程度であれば、全く問題なく使うことができるかと思います。そして、本体側面につきましては、右側面に電源ボタンとボリュームボタン。反対側、本体左側面につきましては、少しカバーを付けていますので、見にくいですが、この部分にシムスロットがあります。本体上部にはマイク用の穴が搭載されています。そして最後、本体背面ですが、 背面には中央に M のロゴがありますが、このロゴの部分が指紋センサーになっています。そしてカメラは合計で4つのカメラが搭載されています。メインとなるこのカメラは4800万画素のセンサーを搭載しており、ミドルレンジモデルの中では割と高画素なセンサーを使用しています。では早速本体の方、電源を入れていきたいと思います。ということで現在初期設定を行っているところですが、カバーを外したデザインもご紹介しておきたいと思います。 今回はこの濃いめのブルー一色となっており色が濃いのでやや分かりづらいですがグラデーションカラーになっており見た目はとても綺麗なカラーになっていますでは引き続き初期設定の方を行っていきますはいということで初期設定の方が完了しましたなおどうも端末の方には保護フィルムが貼られていなかったようですのでとりあえず家に余っていた保護ガラスの方は貼り付けておきました中央の部分がくぼんでいますが この部分にはカメラは搭載されておらず、カメラはこの左上の方にパンチホールカメラとして搭載されています。そして肝心のペンの機能ですが、まずはこの部分からペンを抜き取ります。ペンを抜き取りますと、このように自動的にメニューが表示されます。例えばこの一番上のアイコンですと、画面のスクショを撮影して、そのスクショに手書きでメモを書くことができるという機能になっています。 この状態で下のペンのアイコンをタップしてこのようにスクショ状にメモを書くことができますペンのカラーや線幅も自由に変更することができますその他の機能としましてはこの四角形の中にペンのアイコンがついているマークこれを使いますと何ができるかというとこれは主に手書きメモ専用のアプリになります画面が真っ暗になりますのでこの状態でメモを書くことができます 線幅につきましては最小でこのぐらいの線幅最大の線幅にしますとこのぐらい太い線を描くことができますもちろんペンのカラーにつきましても変更することができます肝心の描き心地ですが意外にも思った以上に快適に描くことができますさすがにサムスンのギャラクシーノートほどイラストを描くのにはあまり向いていないペンではありますが 手書きでちょっとしたスケッチやメモを書くくらいであれば全く問題なく快適に行うことができます。その他、ペンのメニューの中の一番下、この電球のマークは何かというと Google Keep になります。Keep の方に直接メモを残したい場合はこちらから Keep を呼び出すとそのマーク Keep の方に自動的に保存することができます。それからこのメニューにつきましてはカスタマイズすることができ、このように例えばペンを挿した時に振動させるかどうか、 このペンを抜いた時に自動的にデフォルトのメモアプリを起動するかどうかその辺の項目も設定することができますなので機能としましては Galaxy note よりはシンプルなものの必要最小限のペンの機能が搭載されておりこの辺は割と快適に使えるかと思いますなおペンを使って画面操作を行うこともできますですので手が汚れているという時はスマホを汚したくない場合はこのペンを使って操作するということも全く問題なくできます ちなみに現在ここに薄くペンのメニューが表示されていますが、このペンの方を収納しますと、このように自動的にメニューが消えます。ということで簡単ではありますが、以上がこの MotoG Pro 最大の特徴であるスタイラスを使った操作になります。では、ここからはスペックの検証を行いたいと思います。まずは毎回同様、アンツツツのベンチマーク。その後、動画の書き出し時間なども検証したいと思います。 まずはアントツのベンチマークから行います。ではテストをスタートします。やはりミドルレンジモデルということもあり、ややこの映像の動きもカクカクしていますが、このまま最後までテストを続けたいと思います。 はい、ということでスコアの方が出ました。今回購入しました MotoG Pro 総合スコアとしましては174,562ポイントとなっています。詳細を見るとこんな感じで CPU が69,000に GPU34,000、メモリー38,000に UX31,000 となっています。ちなみに温度上昇につきましては意外にも優秀でプラス1度しか上がっていないようです。バッテリーの方も優秀で ベンチマークを行っってても2%しか減ってないようですですのでミドルレンジモデルにしてはスコアがどうというよりはこの温度上昇やバッテリーの減り具合などがとても優秀なのではないかと思いますでは他のスマホと比べるとどうかということですがさすがにこれは比べるのはフェアとは言えませんが A s u スの ROTUN3 と比較した場合こんな感じになります ROTUN3 の方は総合スコアが63万点ということですので やはりミドルレンジモデルとフラグシップモデルということでかなり大きな差が開いています。ですのでとにかくゲームを快適にプレイしたいというのであればやはり RO G の3などのハイエンドモデルを購入した方が高いパフォーマンスは期待できますがかといって17番年のスコアのスマホが全く使えないかというと実はそうではありませんのでこの辺は要求するスペックと価格によってどういったモデルを購入するのか検討するのがいいかと思います。 ではここからは実際にアプリを動かした場合のパフォーマンスはどうかということでそれぞれで10分間のフル H、C、動画の書き出しを行った結果をご紹介します毎回同様使うアプリにつきましては KineMaster を使用しますこちらもあまりフェアではありませんが先ほどと同様 ROH p o n 3と同時にこの動画の書き出し時間を比較したいと思います編集内容は同じで10分間のフル H、C、動画の中に テロップを追加すする編集としています書き出し条件も両方とも同じでフル HD30 フレームビットレートは 8Mbps としていますでは早速動画の書き出しをスタートしますはいということでそれぞれで結果が出ましたまず今回購入しました MotoG Pro の方が10分のフル HD 動画の書き出しにかかる時間が5分1秒一方の イススの ROTION3 の,の方は同じ条件で動画の書き出しを行った場合過去に検証した際は1分20秒台で書き出しが終わることもありましたので相変わらずとてもスペックが高い端末となっていますということでとにかく処理性能を優先したいという方は価格は高くなってしまいますが ROTION3 などとにかくハイスペックなモデルを購入しますと 何をやるるににももととても快適に使えるかと思います一方 MotoGPro の方は確かにベンチマークや動画の書き出しは遅いもののそもそも重たいゲームをしたり動画編集をしたりというのはほとんどの人がやらないことも多いので一般的な使い方メールをしたりネットで何か調べ物をしたり LINE をしたりするという程度であれば実はこの MotoGPro の性能でも全くもたつくことなく行うことができますので。 そこまでスペックの低さというのを感じる場面というのはないかと思います。何より最初にご紹介した通り、この MotoG Pro 最大の特徴でもあるこちらのスタイラスペンを使った操作、これがいかにも快適でしたので、もしスマホに手書きでメモを取りたいという方にとっては、このペンが使えるだけでも、この MotoG Pro 十分買う価値はあるのではないかと思います。ということで今回は m o t o r a の最新スマホ、MotoG Pro を購入しましたので、 ペンを使った基本的な機能の紹介から暗塗つのベンチマークそれから動画の書き出しなどを行った結果をご紹介しましたスペック的には R オーのシなりにはかなわないもの必要十分なスペックを持っておりペンによる操作も快適ですのでさすがに Galaxy ノートは買うお金はないけれど何か気軽に購入できるペンに対応したスマホを探している方は今年販売されるモデルの中では この MotoG Pro が唯一の選択肢になるかと思いますまた今回は検証結果をご紹介しませんでしたが今後このカメラ性能を検証した結果なども別の動画で公開する予定ですなおこの MotoG Pro 購入を検討している方のために動画の概要欄の方には販売ページのリンクが貼ってきますそちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします